でもね、いいですよね、雑誌にメンバーが出てると買いたくなる。そうね、そう今日何しようって思ってたんですよ。でなんかショールームってカラオケ機能あるじゃないですか。だからなんかね、そうやってみようかなって思ったりもしたんですけど、え、これできんのかな普通に。15分経過しましたとかここに出るんだ、すごっ。えってかめっちゃ可愛いよね。さ、今回のラルムのさ、風呂何これ、見てこれ、え、すごい可愛い。え、ちょっと待って、今開けたの、え、可愛い、やば、そう、めっちゃ可愛い、見て、あ、ちょっと待って、鏡、めっちゃ鏡だった、ちょっと待ってね、鏡がね、完全に映りそう。うん、私の手ちっちゃいや、なんかで隠したいな。そう、なんかそう、こんななってるんですよ、パレットになってて、めっちゃかわいい、いいですね、やば、使おう。そうそう、それね、付録がめっちゃいい、いいですね。でも時々ありますよね、アイシャドウね、使ってますよ。アイシャドウはいつも何使ってますか、いいですか誰か。あ、カラオケにはマイク付きイヤホンが必要。あ、そうそう、知ってる知ってる、やるね、ちゃんとやるの、やるときは。あ、聞きたいですか、ほんと、え、ちょっとでもあんま綺麗じゃない、このいいってあるやつです、このエクセル、そう、エクセルのアイシャドウです。なんかそんな、私はそのブラウン系が使いたいからブラウン系を使ってる。 3C はね、可愛くて欲しいんだけど、なんかあんまりまだね使えてない。そう、あー、でも 3C のクッションファンデは持ってました、持ってた。そうエクセルはそのパソコンのエクセルじゃないですよ。わかるわかる、パソコンのエクセルもちゃんと。そう、あ、で、あとはありがとう、そう、 AKB のちょっとしてるよメイク。あとはキャンメイクのこれの、なんかこの白のこのキラキラが可愛くて、なんか白のキラキラばっか使ってるから白のキラキラだけがなくなりそうで、そう、これはね結構いいですよ。そう、いいでしょっていうメイクポーチの話でした。そう、メイクポーチどんどん大きくなっちゃうんですよね、あるあるだけど。そうそう、ふたしさん高校生、イヤリンビーム懐かしい、ビーム、キラちゃんと会ってない、同期と奈緒ちゃんとキラちゃんと最近会ってないから、同期でご飯行きたいんですけどなかなか行けてない。今日はね薄いけどちょっとだけしてる。そう、ありがとう。今日ねハータンのショールーム見に行ったんですよ。ドラフト3期生のハータンのショールームを見に行ったんですけど、そう、なんか前見に行ってしたら、なんかファンの人がハータンキャラ変わったねみたいな、すごいハータンに言ってて、そうそう、ハータン同じタンだよね、でしょ、そうそう、でハータンなんか同じチームでめっちゃ可愛いんですよ。でなんか
仲良くなりたいんですけど、でなんかそう見に行ったんですよ。そしたらそう今日もねめっちゃ可愛かった。そうちょっと見ててその後コメントしたんですけど、うん可愛かったです。なんかいいですよねショールームって、なんかメンバーのずっと喋ってるの見れるから私は好きです。よく見に行く人の、そうそう同じタンなの。そうタンの人ってなかなかでもいるか、そんなにでも何が多いんだろう。そう